ってみるしかねえだろう。ああ、クロスベル駅に行こう。了解。もしもの時のために備えはしておきましょう。Thank you.
Thank you.
くいくか。うん、いい感じかな。キリカさんたちの話がどれだけかかるかわからない。作戦前だし、用事は一通り済ませた方が良さそうだな。しかし誰もいねえな。大陸横断鉄道が止まってるなら仕方ねえか。そうね、鉄道公社の人や帝国、共和国の臨検官も国外退去させられたみたいだし。キリカさんとレクターさんは3番ホームの列車でしたね。ああ、ホームに降りてみよう。しかし、人がいないホームってのは、なんとも物悲しいもんだよな。横断鉄道の列車も、ずっと停車したままみたいです。そうね。3番ホームの列車というと、そちらかしら。ああ、その列車の前から2番目の車両だったね。向こうにある連絡橋から渡れそうです。よし、行ってみよう。3番ホーム、2番車両、しかも鍵がかかっていない。どうする？来たわね。いや、久しぶりだな。ご無沙汰しています。なるほど、列車の通信機から支援課の車に連絡したんですね。ご明察。改めて見るとそうそうたる顔ぶれね。聖杯のドミニオンと伝説の教主が一緒なんて。当然僕の背景くらいそろそろ掴んでいるか。まさかあなた方がクロスベルに残っているとは思っていませんでした。あれからずっとこの町に。ああ、調べることがいろいろとあったからな。だが、これでようやくエレボニアに帰れそうだぜ。調べること。ちなみに、俺たち以外にもリベールの関係者が動いてるんだな。ひょっとして知ってるか？ああ、R&A リサーチのレインズさんですね。もしかして彼とも協力を？ええ、この件に関してはお互い情報交換をしているわね。民間の調査会社にしては優秀な情報も持っているし。ま、民間だと人手不足だろうから各地に人を回しきれないで苦労してんだろうけどな。そりゃともかく、あんたのボスが撃たれて行方不明なんだろうが、こんなところで油売ってていいのかよ。ああ、ギリアスのおっさんのことか。俺が急いで帰ったところで助けられるわけでもないし。それにあのおっさんにしてみりゃ、自分のこともクロスベルのことも想定してた局面のうちだろうし。
想定していたって。自分が撃たれること。クロスベルのことというのは今回の事件のことですよね。あのおっさんにとって全ては遊戯盤の駒だからな。クロスベルが司法を手に入れて独立どころか大陸全土の支配を目論もうとしていること、帝国軍が返り討ちにあった隙に貴族勢力が帝都を占領したこと、その結果自分が撃たれて瀕死の重傷を負ったことによって泥沼の内戦が始まったことにもかかわらず、クロスベルという不可侵の壁ができたことによって共和国の侵攻を食い止められていること、あのおっさんにとっては全て想定していた展開だろうさ。そんな化け物だね。本当ににわかにはちょっと信じがたいですね。まあ結社も帝国方面で動き出しているみたいだけど、本当に恐ろしいのは鉄血宰相かもしれないわね。己すらも駒として利用し荒ぶる激怒、まさに欠物、いいえ怪物だわ。やばいおっさんだとは思ったが、まさかそこまでとは。ディーター大統領はそのことに気づいているんですか。さてどうなのかしら。こう言ってはなんだけど、ディーター・クロイスという人物はパフォーマンスは超一流だわ。でも実際の政治家としてはやや疑問を感じざるを得ないわね。経営者としての観点からしか政治を動かしていないという意味で。それはまああくまで根は銀行家なのでしょう。クロイス家の使命にしても娘の方に任せきりのようだし。それはご存知でしたか。まこっちにはこっちの情報ソースがあるんでね。あんたらがあのオークションで保護したちびっこ、あの子が核となって司法が誕生した経緯はおおよそつかんでいる。やれやれ、世俗の勢力がそこまでつかんでいるとはね。誤解してほしくないけど、私にしてもそこの彼にしてもあくまで情報畑の人間よ。個人的な一存で司法をどうこうしようとか考えているわけではないわ。ただ大陸全土を混乱に陥れるきっかけとなったこの事件、その絵を描いた真のフィクサーが誰なのかが知りたいだけなの。真のフィクサー。先ほど言ったようにディーター大統領はあくまで経営者としての側面が強すぎるわ。マリアベル城もそこ知れないけど、政治面よりは魔導技術方面を一手に引き受けているみたいだし、かといって風の牽制は黒幕というにはあまりに自戒的でストイックすぎるでしょう。ゲリアスのおっさんにしても結社にしてもクロスベルの状況を利用したり利害の一致で協力はしたが、主体的に行動してるわけじゃない。誰かいるはずなんだ。政治、経済、歴史、国際情勢、クロイス家や DG 教団、結社の動きに至るまで全てに通じた上で各方面に働きかけながらここまでの絵を描いたやつが。おいおい、マジかよ。少々陰謀論じみているような気もしますが、確かにパズルのピースが足りないような気もします。まさか。まあそのあたりの確認ができないかと思ったんだけど、あなたたちにも確証はなさそうだし、この程度にしておきましょう。時間もないし、もう一つの要件に入らせてもらうわね。もう一つの要件。簡単なことだ。オルキスタワー攻略作戦手伝ってやろうと思ってな。おいおい、いきなりすぎんだろ。事件の概要が分かった以上クロスベルにとどまる必要はないのだけど、このまま去るというのも少しばかり寝覚めが悪いから、今後クロスベルがどうなるかあなたたち次第でしょうけど、慢性的な膠着状態に陥られてもこちらとしては困るのよ。ポムットだってクリア直前に放り投げるのは気持ち悪いしな。ま、それと同じってことだ。同じと言われても、というかいつの間にポムットのアカウントを入手してるんですか。でもまあ戦力が増えたら作戦の成功率も上がりそうだね。課長さんに相談してもいいかもしれませんね。わかりました。
こちらの拠点に案内するので、俺たちについてきてください。クリア。今よ。迎撃を開始します。車両を盾にしろ。お次は任せたぜ。ええ。はっ。すごい。さすがタイト流だな。キリカさん、お手伝いします。ええ、タイトの真髄見せてあげましょう。やれやれ、目立ちまくってんな。ま、こっちは少し楽をさせてもらうかね。頃合いか。特務支援課、突入。道は開いた。あとはお前たちに任せる。了解。表面走行 70% 破損。これ以上は持ちません。敵合いをさらに加速。まずいな。こうなったらあれを使うしかないか。グラーム卿、まさか。待って、いきなりすぎる。ここで踏ん張れへんようなら、名を継いだ姉さんに顔向けでき。みんなサポートしてくれ。承知しました。モード、スティグマを起動。ケビン、リス、心配すんな。お前の仕事や。敵の捕捉は任したで。分かった。我が深淵にてきらめく青の刻印よ、天に昇りて煉獄を照らす光の柱と化せ。メルカバの全動力を収束。スティグマパターンを認識、外部への展開を開始します。敵アイオン変形、手法展開して突っ込んでくる。ドミニオン第5位、千の守り手が命ずる。聖魂法メギデルス展開。
ーを供給されているのか。負けない、あなたなんかに。パテル待ってるわ。でもエステルとユシアだって負けないんだから。大丈夫です。各種機能は生きています。そうか、こいつには世話をかけるな。そうね、後でちゃんと修理してあげたいです。まだ続きそうですね。まあ、無尽蔵に新手が湧いてくるみたいだからね。時間がねえ、とっととエレベーターで上がるとしようぜ。打ち合わせ通り、ここで2名が待機する。選ぶがいい、バニングス。了解です。結局セキュリティが解除できたのは21階までか。はい、主任が言うには30階に物理的な遮断を行う制御ターミナルがあるらしいです。それを解除しない限り動力ネットからの制御は不可能だと言っていました。ってことは21階から30階までは自分たちで上がる必要があるわけか。しかし確かそのあたりはほとんどメンテナンス用のフロアで空っぽとか言ってなかったか。公式発表に偽りがあったみたいね。どうやらその一角こそが黒い助の信用、キーヤちゃんの儀式においても重要な役割を果たした区画らしいわ。そうなのかよ。通商会議の警備の時も妙に不自然だとは思ったが、まさか公的施設にそんな場所を勝手に建造していたとはな。おそらく魔導科学の成果が詰まっている区画だろうね。できればこうなる前に下見しておきたかったけど。いずれにせよ覚悟が必要そうですね。そうね、アリオスさんや赤い星座もいるかもしれないし。ああ、それとキーヤもだ。何が待ち受けていようと
絶対に突破してみせる。俺たちをここに送り出してくれた課長たちに応えるためにも。はい責任重大ね。気合い入れるっきゃねえな。なんだこりゃ。信じられん。これが魔導科学の成果、黒い助の錬金術と最新の動力技術の融合ですか。千年以上にも及ぶ彼らの妄衆を感じるね。その妄衆が教団という傀儡を生み落とし、あまたの人々を犠牲にしてきた。ああ、そして今もなおキーヤに司法という運命を押し付けようとしている。この場所の是非を問える立場に俺たちはない。だがそれでもこの先にキーヤやアリオスさん、大統領たちがいるのなら、俺たちは何としてもここを突破しなくちゃならない。行こうみんな。過去の妄衆と幻想を打ち払い、今のクロスベルをつかむために。はい、合点承知だ。備えは十分だ。行くとしようか。セット。セット。えいで一気に落とす。さて、制圧完了。次に行こうか。Yeah!
さあ、とっとと終わらせよう。はい。エニグマ駆動。行くよ。エニグマ駆動。はい。そういえば、動力ネットを遮断している制御ターミナルがあるって言ってたよな。はい、その場所のせいでタワー上層へのハッキングが不可能になっています。そこを解除さえすれば、主任がタワー上層の詳しい情報を掴んでくれると思いますが。キーヤちゃんのいるフロアやベルたちの動向も分かりそうね。なんとか抑える必要がありそうだな。確か30階だったっけ。はい、つまりこの中枢区画の最上層にあるのではないかと。だったらこのまま上を目指せばいいってわけだ。ああ、気合を入れよう。これまたとんでもない場所に出たな。これは七葉の霊視エネルギー。ああ、間違いないだろうね。四属性の千代フロントを通って純化されているみたいだ。どうやら上層に向けて吸い上げているようです。あの光に直接当たるとエニグマなどのオーブメントにも影響があるかもしれません。ち、厄介だな。見たところ上層に抜けるには光の流れる場所を通るしかない。通るときは一気に駆け抜けるしか方法はなさそうですね。
私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。行くよ。無駄だよ。出直してきなよ。ここはもしかして。はい、主任が言っていた制御ターミナルだと思います。早速動力ネットの物理遮断を解除してしまいましょう。
いよいよ山場だな。ええ、キーヤちゃんや大統領サイドの居場所もつかめるといいけど。そいつらは放っておいて、問題は31階から上か。どのフロアに誰がいるかとか、分かりそうにありませんか。ちょっと待ってくれたまえ。おっと、かなりの人間が36階にいるみたいだね。誰なのかということまではちょっと分からないが。36階といえば、通商会議で使われた国賓用の控え室のフロアか。そのフロアに大統領やキーヤたちも。ああ、その可能性はありそうだ。上層エリアのロック状況を確認。36階ならここから非常階段で直接行くことができそうです。よし、行ってみようぜ。ロバーツ主任、引き続きバックアップをよろしくお願いします。ああ、上層エリアを調べながらエレベーターのセキュリティを解除してみる。